はいどうも、ミニマリストたけるです。本日もサホさんのお宅にお邪魔しておりまして、今回の動画ではサホさんが手放したものだったりとか家にないものをちょっとまとめていただきましたので、今回はそちらをご紹介していただこうと思います。お願いします。お願いします。はい、ではまた改めまして自己紹介をお願いします。はい、サホと申します、はい、YouTube でミニマリズム系の動画を配信しております、はい、お願いします。お願いします。ということで、まあ、早速今回の動画では、まあ、サホさん自身が手放したものだったりとか、はい、まあ、一般の家庭にはありそうだけどサホさんの家にはなさそうなもの、はい、持ってないものを11点、はい、ご紹介していただこうと思うんですけども、はい、また改めまして、こちらの家の広さだったり間取りっていうのをちょっとご紹介していただければと思います。はい、こちらは 1K で、はい、広さ約8畳となっています、はい、でお二人暮らしということで、はい、非常に小さくコンパクトに暮らしているので、おそらく一般の家庭よりないものも結構あるんじゃないのかなと思うので、はい、まあ、そちらをご紹介していきながら、まあ、僕自身がまた気になったことをいくつか質問していきたいと思いますので、お願いします。お願いします。はい、はい、ということで、実際にサホさんが手放したもの、サホさんの家にないものをご紹介していただこうと思います。ではまず1個目は、はい、1つ目がカーテンですね。はい、確かにカーテンないですねはい、これはもうこちらの家に来た時からなかったんですか？いえ、最初はありました、はい、あ、本当ですか？捨てました。おお、それは何をきっかけに？一番最初は私はシブさんですね。おお、シブさんもカーテン持ってないって言ってましたもんね。 その動画とか本見て、あ、そうです。おお、で、これ手放せるんじゃないかみたいな。はい、あのいきなり捨てるのはちょっと抵抗があったので、うん、はい、外してみてしばらくやってみたで、あ、いけそうだと思ってさよならしました、はいはい、なるほど。で、渋さんもおっしゃったんですけど、まあ、こういう霞ガラスというかカーテンを手放しても家の中の様子が見れないから一つ手放した要因になったって感じですかね。そうですね。あと、はい、この部屋もう一つ、うん、窓がありまして、はいはいはい、じゃあこっちは違ったんですね、うん、あ、確かに。ここにシールを、これ上の方が、ね、透けてるけど、そうなんですね、はい、これシールを東急ハンズで3,000〜4,000円ぐらいで買って、はいはいはい、それを貼って、お、これだとあの見えない、見えないですね。これならまあいいかなと思って、はいはい、お、はいはいはい、やってみました。ちなみにこれ内側に貼ってるってことですよね。あ、そうです、こっち側に貼ってます。こういうシールを選ばれたのは、例えばなんか半透明っぽくなるシールとかもあるじゃないですか、はい、でもこれも完全に外見えないじゃないですか、うん、そのシールを選んだ理由とかってありますか？実はこれ2代目なんですけど、1つ前はもうちょっと模様があって薄いやつを使ってたんですよ。でもやっぱり夜とかだと電気がついてて、外からだとやっぱ若干見えるんですよね。なるほどなるほど。人の動きみたいな、はいはいはい、やっぱ防犯を考えるとしっかり見えない方がいいなと思って、なるほど、そういうことですね。一番しっかりしてる風のを選んで買いました、はいはい、なるほど、まあ、そんな風に、まあ、シール貼ったりとか、うんうん、あとはまあ霞ガラスとかであれば、まあ、全然条件が合えば、はい、うん、カーテン手放せるとありかなと。なるほど。実際カーテン手放してみてどうでしたか？なんか良かったことだったりとか、うん、まあ、まずはスッキリ感は格段にアップしました、ね、うん、はいはいはい。で、あと私冬は部屋干しをするんですけども、うん、あ、はいはいはい、あ、このカーテンレールなるほど、カーテンがないからはい、有効活用できるみたいな。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、では2つ目手放したもの、我が家にないものは、はい、それがですね、もともとはここに、うん、大きめのテレビと、お、テレビ台がもともとはありました、はいはいはい、僕が以前取材するより前、うん、そうですね、それよりもうちょっと前ぐらいに手放したんですけど、はいはいはい、お、それはなぜ手放そうと思ったんですか？当時、はい、ちょっとずつテレビを見なくなって、うん、できていて、はいはい、いけるんじゃないはいはい、はい、なるほど、思って、はい、でそれも先ほどのカーテンと同様に、はい、ちょっとテレビをつけないで実験してみたんですよ、お、はいはいはい、生活できるかと思って、うん、はい、でそしたら意外に大丈夫だなと思って、はい、一番手放すまでの保留期間は長かったんですけど、あ、なるほど、大丈夫だとなって手放しましたね、はい、これちなみに彼氏さんとかもテレビは見ない？ああ、全く見ないではないんですけど、はい、でも
結構私と同じ感じで、はい、あまり見ずにどちらかというと、うん、iPhone とかネット YouTube を、あとまあゲームとかで時間を使っていたので、はい、まあ、まあ、さすがに相談はしたんですけど、大丈夫だったっていう感じですね。特に抵抗はなく。そうですね、はい、で実際テレビ手放してみていかがでしたか？なんか生活の変化とかメリットは。ここにテレビがあって、うん、はい、テレビ台があって、はい、さらにここにちょっとコードがあったんですよ。あ、なるほど、はい、でそのあたりにホコリがたまるのがすごく嫌で、ストレスですね。そうで、なかなかお掃除しても、はい、すぐホコリがたまっちゃっていたので、うん、はいはいはい、それがなくなってすっきりしたのは、うん、めちゃめちゃ良かったです、ね、確かに。あの我が家には一応テレビがあって、うん、まあ、奥さんが見るんですけど、はい、やっぱりコード配線がぐちゃっとなるのと、 そこにホコリがたまるのと、うん、でテレビ台の上とかテレビの後ろとかにホコリがたまるから掃除の範囲が広がるのがなくなって、雅子、さん的にはすごい良かったなということですね。はい、ありがとうございます。では続いて3つ目、手放して良かったもの、我が家にないものは。はい、次がですね、はい、まあ、ちょっとクローゼットの中になるんですけれども、はい、まあ、ミニマリストとしてはもしかしたら割と持っている方かもしれないんですが、うん、はい、洋服とかバッグとかを二軍のものを持たなくなったっていうことです、ね、はいはいはい、おー、なるほど。つまり一軍のものだけ。そうです、そうです。基本は着てるものと使ってるもの、はい、うん、っていうものしか持たなくなったっていうところですね。それはいつぐらいからそうしようと思ったんですか？あ、でもこれ結構時間かかりましたね。私、物を手放すようになって、だいたい4年ぐらい経つんですけれども、はい、徐々に減らしていったタイプなので、はい、結構年単位でちょっとずつちょっとずつ、なるほど、一旦これでいいかなと思って、うん、はい、しばらく生活をしたら、うん、これももうちょっと減らせるなっていう段階を踏んでいって、はいはいはい、まあ、今になったっていう感じです、ね、なるほど。なんか例えば1軍と2軍のなんかその境目みたいな基準みたいなのってあったりとかしたんですか？うんうん、日常でやっぱ着てる頻度ですか？あ、なるほど。やっぱめったに着ないものが当時はあったんですよ、はいはいはい、あと着るかも、かもはいはい、あといつか着る、はいはい、よくありますもんね。そういう言葉聞けますもんね。そうなんですよ、はい、着ないんですよね、着ないですね。いつかって本当に来ないんですよね。めったにないなと思いましたね、はい、だからもう今現時点でサホさんが着る服だったり使ってるバッグ、カバンだけを残すから、もう一軍しか残らないみたいな、はい、もう常にベンチ入りっていうかもう一軍に入ってくるようなものしか残さんみたいな、残さんみたいな、はい、感じで。そうですね、はい、はい、いう感じですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、では続いて4つ目、はい、手放してよかったもの、我が家にないもの、はい、が目に以外のゴミ箱。おお、ゴミ箱そういえばないですね。そうですね、まずここのお部屋には置いてないです、はい、置いてないですね、はい、はい、メインのゴミ箱が、そうですね、こちらのキッチンだけ。はい、おお、これは例えばどういうものを手放すゴミ箱？これはもう全部生ゴミ、燃えるゴミ、あ、燃えるゴミ用なんですね。はいはい、なんか例えばゴミ箱1個で不便に感じることとかないですか？今はないですね、うん、むしろあのもう1個2個ゴミ箱を以前持ってたんですよ、うん、ちょっとちっちゃめのゴミ箱、はいはいはい、でそれを持っていた時ってゴミの日にまとめないといけないんですよね、うんうん、確かにそうなんですよね、はい、それの方が手間で、これを1個にしたことによって、はい、例えばあの向こうの部屋で出たゴミを毎回ここに必ず集めるので、ゴミの日の朝に集める仕事よりもちょっと出たゴミをここに捨てる方が楽ちんなんですよ、ね、まあ確かにそうですね、うん、で一つ気になったのは、例えばなんか燃えないゴミとか瓶とか缶とかペットボトルとか、うん、まあ、そういうものが出た時にどうするのかっていう。あ、それに関しては簡易的にビニール袋に入れてちょっと玄関に、あ、置いとく、置いちゃいます。で、わざと、はい、あの
邪魔っぽくすると、毎週1回あ捨てるんだって聞いたので。なるほどなるほど、はいはいはい。あ、でも我が家と一緒のスタイルですね。あ、本当ですか。はい、我が家ももう燃えるゴミ、キッチンにゴミ箱が1個あって、あのシルバーの、あ、そうです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 、だけ置いて、もうそこにも燃えるゴミとか生ゴミ置いて、で瓶とかはよく出るので、まあ、ちょっと冷蔵庫の横にビニール袋用意してそこに入れて、燃えないゴミとかほとんど出ないんですけど、出た場合だけそう、そういう風に分別してみたいな感じでやってます、はい、実際に、まあ、こちらの、まあ、メインルームの部屋にはゴミ箱ないじゃないですか、はい、でこれ不便になったりとかしません？なんかいちいちキッチンの方に捨てに行かなきゃいけなかったりとかするじゃないですか、例えば鼻かんだ時とか、はい、まあ、なんかこっちの部屋でなんだろう、お菓子食べたり食事した時に出るゴミだったりとか、はい、そういうの面倒くさくなかったりとかしますか？まあ、やっぱ部屋が狭いので、お、あの物の数歩でいけるので、確かにそうですね、全然それはもう慣れちゃいましたね。お、やっぱりゴミ箱は、まあ、何個もあるよりも1個の方がいいの方が私はおすすめですね。なるほど、はい、ありがとうございます。では続いて6つ目の手放したもの、我が家にないものは、はい、それがお手洗いの方になるんですけれども、はいはい、お手洗いのところにあるマットとか、うん、あとトイレットペーパーのところにある、うん、はい、布のホルダーみたいなものを手放しましたね。はいはいはい、おお、なるほど。だからもうトイレもすごいすっきりしてますね。そうです、ね。本当なんもないって感じ。はい、これ手放した理由というかきっかけみたいなのは、やっぱり布のそういうマット関係って、うん、はいはいはい、あんまり衛生面上良くないかなと思って。はいはいはい。これは割とスッと手放しちゃいました。結構そのトイレマットとか、まあ、スリッパとか、うんうん、本当トイレに余計なものを置かないミニマリストさんってすごく多いんですけど、はい、サホさんの中で何が一番良かったですか？そのトイレマットとかの洗濯とかをしなくていいんですよ、ね、はいはい、確かにそこが楽ちんだし、あとはトイレ自体の掃除がしやすいですね、はいはいはい、うん、そうです ね、 ですかね、確かに確かに、うん、はい、ありがとうございます。そういえば全然あれですね、あのもうスリッパがないですよね、トイレだけじゃなくて。そうですね、スリッパもないものに入っておりますが、うん、スリッパはないです、はい、それは以前はあったりとかしたんですか？一人暮らしスタートした時は最初はありました、うん、おー、でなんで手放そうってなったんですか？使わなかったんですよね。あっても、はい、履かなかった。そう、お部屋が狭くてあまり、あ、はいはいはい、こうスリッパに履き替えますっていう動作が、うん、はい、必要じゃなくなったので、はいはいはい、なくていいかなっていう気合で、なるほど、今はやっております、はい、で実際にこう床がね、なんていうんですか、これ、これジョイントマット、はい、っていうのを今は引いてます。お、これすごいあったかいですもんね。そうなんです。床からの冷たさを感じないから、はい、そう、全然スリッパがなくてもいいし、はい、かつあのクッションいらないなと思って柔らかい、そう、柔らかいですよね。そう、これだと長時間座ってても、そうそうそう、腰痛くならない、痛くないですね、はい、で床の色がもともとね焦げ茶っぽい、あ、そうなんです、はい、色だけど、まあ、例えばちょっと部屋の雰囲気変えたいとかであれば、こういう明るいのでも全然いけるってことですもんね。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで7つ目の手放してよかったものは、また今度ちょっとお風呂場の方に、はい、分かりました。はい、と7つ目がですね、うん、バスマットではなくて替えのバスマット、ね、おお、持たない、はい、ってことはじゃあもうこれ1枚だけです。おお、これはなぜ1枚にしたんですか？以前は2枚持ってたんですね、はい、うんうんうん、でバスマット自体を手放してらっしゃる方も結構いらっしゃると思うんですけど、うん、はい、私はバスマットはあった方がいいなと今はまだ思っていて、はい、でも替えのバスマットを持ってしまうと、うん、今ここに1枚、まあ、常にこう干している状態でかけてるんですが、はい、でもプラス、はい、どこかに収納しないといけない。確かにそうですね、はい、で地味に場所を取るんです、ね、そう、ちょっと大きいですもんね、で分厚いので、はいはいはい、でそれだったらもうこれを定期的に洗濯はするんですけど、その洗濯する時だけちょっとタオルで拭くなりなんだりすれば、替えはなくてもいけるかなと思って、確かにやったら大丈夫でした。おお、なるほどなるほど。だからまあ全然結構ミニマリストさんバスマット手放す方多いけど、うんうん、別に必要だとしてもそんな2枚も3枚もいらなかったっていう。そうですね、1枚でいけました。はいはいはい、ということで皆さんもぜひ必要以上持ってる方は手放してもいいってことですねかもしれないです。はい、ありがとうございます。続いて8つ目、手放してよかったものは、
8つ目が、はい、人数分以上、必要以上の食器、うん、はいはいはいですね。今もうサホさんの家ではもう2人分だけ、そうですね、本当にここに出ているものだけ、うん、少なへえ、これちなみにどういう用途で使うんですか？これは例えばご飯とか？そうですね、はい、本当お料理で使っているのはこの、うん、1人3種類あれば十分で、はいはいはい、あまりこうたくさん凝った料理を作るわけでもないので、うん、はい、まあ、汁物系 で、うん、でまあ、カレーとかみたいなもので、はい、であとはもうちょっと平たいお皿、うん、これで一応私は大丈夫ですね。例えばご飯とかって、ご飯を食べるときは、はい、あのうち冷凍をするんですよ、うん、はいはいはい、で冷凍するとタッパーがあるじゃないですか。あ、はいはいはい、でそれね、そのまま使っちゃうタッパーのまま、はい、あ、なるほど、だからタッパーがお茶碗だ。あ、そうなんですよ。ここにあるタッパーですか？そうですね。面白い。だからもうその分食器が減るし、収納スペースとかも取らなくていいから。そうですね、はい、どうしてもここ、うん、ちっちゃいのでキッチンが。そうですね、結構ここに関しては極限まで減らしてますね、うん、ですね。もう本当、うん、食器とかも増やそうと思ったら、もう食事ごとというか、うん、食事のジャンルごとに食器増やす方とかもいるけど、うんうん、もうそうやってたら再現ないから、はい、そうですね、はい、台所に関しては。そうですね、結構減らしましたね。だってこれ以上に食器増やすってなると、そうなんです、多分もう一段ちょっとね、突っ張り棒とかで必要になったりとか、収納棚がね、はい、必要だったりとかするから、はい、はい、もうここはもう必要以上に、人数分以上に持たないようにしてるとです、ね、いうことですね、はい、もうマグカップも2つだし。そうですね、ここも2つです、うん、あと箸とかもですかね、カトラリー系とか。あ、そうですね、この辺もだいぶ、うん、ここにあるだけ箸ですね。はいはいはい、はい、やっぱね、人数分以上に持たないのも大事かもしれないですね。そうですね、やっぱ使わないので、うん、はい、来客が来ない限りね。あ、そうなんですよ、そうそうそう、適法ないので、だから人数分に絞ると、はい、例えば2人暮らしでも、もうこれだけで足りると。そうですね、なんとかやっております、はい、いうことですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、続いて9つ目9つ目が、はい、うん、バスタオル。おお、バスタオルですけれども、はい、一応タオルは枚数は結構ありまして、うん、はいはい、まあ、このサイズですね、普通のサイズのもの、まあ、これに関しては10枚ぐらい全然あるんですけど、はいはいはい、バスタオルは最初持ってたんですけど、はい、切り替えのタイミングでバスタオル、うん、からさよならしてたっていう感じです、ね。それは物を手放し始めた頃にもバスタオルいらないみたいな。いきなりではないんですけれども、はい、こう減らす過程の中でちょっとずつ減らしてっていう感じですね、はい。なるほど。でも、まあ、バスタオルなくてもいいかなってなって、うんうん、ね、手放して今フェイスタオルだけでも全然十分みたいな。そうです、ちょっとあの雑巾にして使って。ああ、なるほど、はいはいはい、っていう具合ですね。ですね、結構ミニマリストさんあるあるですよね、バスタオル。そうですね、多分ね、はい、なくても大丈夫です、ね、そう。実際どうでした、サホさん、バスタオル手放してみて、なんか良かったこととかがあれば。バスタオルやっぱりかさばるので、うん、はい、そこが私は一応タオル関係ってこの引き出しに入るだけって決めて、うん、はいはい、うん、いて、はい、バスタオル持っちゃうと3枚ぐらいで結構いっぱいいっぱいになっちゃうんですよ、はい、でもあの2人で暮らしてて、うん、朝にシャワー浴びたりとかもすることがあるので、うん、はいはい、3枚とかだとちょっと足りないので、うん、枚数確保はもう少し欲しくて。確かに、はい、そうするとやっぱ小さめのタオルで大丈夫なので。そうですね、うん、だからもうバスタオル持っちゃうとまず収納スペースが必要になるし、でプラス乾きにくかったりとか。そうそうそう、ね、あのバスマットのところでもおっしゃってましたけど、うん、やっぱね、大きさが違うとやっぱそれで収納がまた必要になったり、洗濯回数が増えたりとかするから、うん、やっぱりない方がいいのかなって思いましたね、バスタオル。大丈夫かなと思います、うん、はい、ありがとうございます。では最後かな、はい、はい、サホさんが手放してよかったもの、我が家にないものは大きめの家具ですかね。はいはいはい、家具自体はあるんですけれども、うん、以前一番ここに物があった時は、はい、大きな引き出しがついたセミダブルのベッド、うん、はいはいはい、フレームがあったんですね。はいはいはい、でさらには
まあ、テレビがあったのでテレビ台が、うん、もあったし、はい、でここに別の机も置いてたんですよ、うん、大きめの、はいはいはい、でそれらを全部手放しました。お確かになんかあの大きい家具、例えばまあベッドもそうだし、うん、あと大きいテーブルとかもあるともうそれだけで部屋が狭くなりますもんね。そうなんですよね。そうだからさこさんの家ではまあこんな風にあのベッドというかマットレスみたいに立てかけたりとか、はい、あとはこういうネストテーブルを食事するとか、はい、作業用にしたりとか、うんうん、あともう一個あるじゃないですか。そうですね。これは何用なんでしょう。すごい万能で、うん、はい、朝は私ここで立ってお化粧するんですけど、はい、まあ、ここに化粧品を置いて、うんうん、鏡がここでお化粧をする、うんうん、まあ、朝はそのスタイル で、はい、でさらに朝の準備で、はい、私お茶を持ち歩くんですけど、はいはい、お茶とかを作ったりするのもここ、あだからその電気ポットあります。おで、あと夜ですね、うん、料理をするときは、うん、まあ、ご覧の通り小さなキッチンなので、はい、本当に作業台がないんですよ、ね、はい、ないですね。あのまな板とか敷けないですもんね。そうなんですよ、はい、なので、はい、ちょっと歩いてこちらで作業してます。なるほど、これ大変ですよね、はい、これ思いましたけど、まあそうですね、もしね、はい、お引っ越しの機会があったら、ちょっとキッチンは広げるといいですね。確かに確かに、でも本当それぐらいですもんね。でも大きい家具とか家電とか置かないからこそ2人で 1K8 畳、はいはい、で住めるってことですもんね。ですね、はい、ということで、うん、まあ、ぜひ小さくコンパクトに暮らしたい方は今回ご紹介した11個のものを手放すといいかなと思います。で次に僕自身ちょっとこれないなと思ったのをいくつか紹介しておくと、はい、こちらの部屋大きい本棚とかないですもんね。あ、はい、僕昔200冊ぐらい本あった時はあのやっぱこの、まあ、佐穂さんと同じぐらいの高さの等身大の、うん、そう大きい本棚があったんですけど、はいはいはい、そういえば本が見当たらないと思ったんですが、はい、佐穂さんの家には本とかはないんですか。本自体は、うん、私と暮らしてる人の合わせると、はい、6冊ぐらい少ないあるのかな。へ、だからもう本棚がいらないんですね。そうですね、一応ここにちょこっと、あ、はいはいはい、仕事関係の本が多いんですけど、ヨガとかの、はいはいはい、そこに置いているぐらいですね。なるほど、うん、まあ、そういう本棚とかもあると部屋が狭くなるけど、うん、ないからこそ広くなるっていうふうに思いましたね。はい、あと掃除機とかももしかしてないですか。ミニのハンディのものはあるんですけど、はい、あの部員のをクイックルワイパーだけ。ちなみに全然関係ないんですけど、こことかもこのお部屋もクイックルワイパーで拭けるんですか。クイックルワイパーと、うん、あとコロコロでゴミをパッパッと取ってる感じです。はい、ちなみに掃除機がない理由って何かありますか。掃除機はあの実家を出る時から大きいのは持ってなかったんですけど、うん、はい、ちょっとなくても大丈夫かなって。なるほど。まず買わずにやってみようと思って、一人暮らしをしたら、そのまま、うん、お小さなお家だったら多分クイックルワイパーでいけるんじゃないかな、うん、確かに確かに、はい、ありがとうございます。はい、あとちょっと探検していいですか。あ、どうぞ。はい、あとは例えば玄関もすごいすっきりしてるじゃないですか。はい、はい、なんか靴べらとかなんか防水スプレーとか あとなんか玄関だと結構消臭剤とかあったりとかするんですけど、そういうのないなと思って。ないですね。はい、昔あったりとかはしたんですか。いや、もともと持ってないですね。はいはいはい、でも本当に靴と普段履く靴とあとはもうほうき玄関用の掃除だけ、はい、でもう全然足りちゃいますよね。はい、我が家もそうですけど、うん、暮らせますね。はい、ですね、はい。であとお風呂場も僕気になったのは湯桶とか椅子ないですよね。ああ、そうですね、はい、お風呂場ですね。これもなくてもいいかなっていう。そうですね、まあ、ちっちゃいお風呂なので、うん、はい、大丈夫ですね。これ例えば床というかに座ってシャワー浴びるのか立ちっぱなしで浴びるのか。あ、立ちっぱなしですね。立ちっぱなし。あ、じゃあもう我が家と同じスタイルですね。はい、あ、そう。全然椅子とかあの湯桶とかない方がなんかすごいすっきりもするし掃除とかもすごい楽になりそうですね。うん、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。もしよろしければ今回の動画を参考にもし皆さんのお部屋で今回紹介したものを
思っていた場合はぜひ手放してみるといいかなと思います。ということで今回の動画を終わりにします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。